スが3人ぐらい、そうそうそう、2人ちょっとプレリュードの前喋ってもいいですか。じゃあ今よりもっとで一回締める。いや、それか音ありで、音ありで、 あ、最後飛んで終わっていいですか。じゃあトントントン、せーの、ライブをしながらすごく湧き上がっていて、なんかもっともっと自分の曲を聴いてほしいとか、こんなにいい曲歌ってるんです、私今一人でこんな曲を歌ってますって知ってほしいっていう気持ちにもなりましたし、一人になってこうやって本格的に音楽活動を始めて、多分まだこんなにガチで大八木加子が一人で歌ってるっていうのを知らない方がたくさんいると思うんですよ。なんかずっとグループ時代に応援してくださってた方で、今も応援してくださってる方はもちろんいるんですけど、その時に応援してくれてた方にも、あ、本気でこの人音楽やってるんだっていうのを伝わってほしいですし、エミレをライブに行けばよかったっていう、グループ時代ライブ行っとけばよかったっていう方もたくさん解散した後に話を聞いたりとかして、ならまだ私歌い続けてるし、全然自分の居場所も探してる途中でもあるんですけど、みんなとの居場所になればいいなってライブがっていうのもすごく思っているので、この映像を見てこんなに本気で音楽のこと考えてライブやってるなら一度ワンマン見に行ってみようかなとか、ライブ見に行ってみようかなっていうのを思ってほしいなと思って、今回この動画を作ることにしました。
ライブ始めます。よろしくお願いします。2019年ラストライブを終えていかがでしたか？はい、いやめちゃくちゃ楽しかったです。本当に2019年の私が持っている力を全部出し切れたんじゃないかなと思いましたし、本当にやっぱりライブが大好きだなと改めて感じることができたいいライブの締めだったと思います。本当にありがとうございます。2020年は4月3日にやっぱりワンマンライブがあるので、とりあえずそのワンマンライブに向けてたくさん準備しなきゃいけないことがありますし、来年の1月これ公開されている時は今年かな、今年の1月15日からはギター1本で、はい、もっともっと歌手としてパワーアップできるように修行の期間としてワンマンまでは走っていきますので、とにかく4月3日のワンマンライブ頑張んなきゃなと、皆さんぜひ遊びに来てほしいなと思います。明日笑って